よし、オラからやらしてもらう。オラたちの力見せてやる。ベジータ、オラが相手だ。今日こそ俺の勝利だ。見ていろ、カカロット。本気で行くぞ、トランクス。こっちも本気で行きます。今回はあなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。やってみなきゃわかんねえさ。貴様と戦うのは何度目になるかな。楽しみが増すばかりだ。ああ、オラも毎回ワクワクしてっぞ。オラ勝った。いきなり貴様からか。ジョータロー、おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。あまりなめた態度取るんじゃねえぜ。俺はやると言ったらやる男だぜ。おっす、オラ悟空。恨みしユウスケだ。手合わせ願うぜ。サンドバッグになるつもりはありませんよ。そう緊張すんな。実力が出せねえぞ。おめえすんげえ力持ってんな。面白い勝負になりそうだ。この人には全力で戦わないと勝てない。ここは俺一人で十分だ。さあかかってきやがれ。父さん、相手をお願いします。ふん、俺は手加減せんぞ。また地獄のショーを見たいようですね。やろう、バカにしやがって。遠慮はいらんぞ、来い。この俺様に勝てるとでも思っているのか。ベジータめ、やはり証拠りもなくやってきたか。フィニッシュを決めるのは俺だ。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。わらわに勝てる男などおらぬ。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。苦しゅうない、全力で来るがよい。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。当然だ、こちらも遠慮はしない。喜ぶがいい、超エリートに遊んでもらえるんだからな。俺はああいう人を見下した野郎が一番嫌いなんだ。虎穴にいらずんだ古城エイズ、全身あんのみ。バカの世界チャンピオンだ。絶対に勝ちます。皆さんは下がってください。俺から行きます。以前のようには簡単に終わりませんよ。何度やっても同じだ。ピッコロさん、手合わせお願いします。いいだろう、トランクス。未来でご飯がどんな修行をつけたか楽しみだぜ。今回は一撃で終わるんじゃないぞ、トランクス。貴様を倒し、全てを終わらせる。貴様を倒すのはあくまでも乱世の剣、北斗神拳。乱世の剣、興味がない。もう俺切れちゃいました。プッツンします。お前は一瞬で俺に倒される。いいか、一瞬たりとも油断するんじゃないぞ。すぐに片付けてやる。貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。あなたもしつこいですね。喜ぶがいい、これが完全体のパワーだ。化け物め。さあ来い、ハン。いいだろう、俺が相手になってやる。貴様がとてつもない化け物だと感じたのは勘違いとは思えんが。 100% お見せしようかね。ヴィランだ。僕がみんなを守らなきゃ。ヴィラン？俺はナメック星人だ。ちっ、こいつもガキだってのに凄まじい力を隠してやがる。この人は怖そうに見えるけど悪い人じゃなさそうだ。まずは僕から相手になろう。残念ながら
他の方たちは出番が来ないと思いますよ。どうですか、セルさん。ちょっと運動でもいたしませんか。いいだろう。ちょうど私も退屈していたところだ。この威圧感、絶対に負けられない。なぜだか剣を使う相手には怒りが湧いてきますね。私の戦い方をよく見ておくのだな。つまらん戦いにはするなよ。セイントの名にかけてこのシリュ、全力をかけてお前を倒す。生意気なガキだ。すっかりその気か。スタープラチナの速度についてこられるかな。私もスピードには自信があるんだ。戦いはこうやってある程度実力が近くなくては面白くない。同感だね。怖えけど、だからこそ戦う価値あり。幸運かもしれんぞ。真の恐怖を知れるのだからな。よし、野郎ども、行くぞ。俺らが絶対に勝つんだ。ゾロ、俺は手加減しねえぞ。ええ、ウイスキーピークの決着ここでつけてやるぜ。俺が勝ったらすぐ飯にするぞ。じゃあルフィ、おめえは最後だ。いやはははは、会いたかったぜ麦わら。お前、黒ひげ。ルフィ、わらわはとても良き妻になれると思うぞ。結婚はしねえ。どれほど強くなったか見せてくれ。負けねえぞサボ。俺は誰にも潰されねえ。ゴムだから。ゴムの個性分析しなきゃ。全力で勝負だ。ドラゴニックオーラ全開。ああ、手加減なしの力比べだ。ええ、また道を間違えたか。仕方ねえ、やるか。そろそろどっちが上かはっきりさせようぜ。いい機会だ。後で泣いても知らねえからな。死ぬも生きるも天任せよ。恐れたやつが負けなのさ。そうかよ、死んでも後悔すんなよ。七部会、相手にとって不足はねえ。そなたに興味はない。ルフィはどこじゃ。ルフィの仲間、どれほどの実力か見せてもらおう。お前ルフィの兄貴なんだろ。期待してるぜ。お前なかなかできそうだな。流派はどこだ。拙者の剣は飛天御剣流。いざ勝負。さっさと終わらせて飯にすんぞ。チッ、本業はコックなんだがな。はあ、なんて美しいんだ。好きにしてくれ。君とは戦えない。俺はレディーを愛するために生まれてきた男だ。能力者じゃねえが、おめえも買っておこう。そう簡単にやられるかよ。来い。たとえ死んでも俺は女は蹴らん。そなたに興味はない。ルフィはどこじゃ。どこでも火が起こせて便利な能力だな。そうだな。たとえ死んでも俺は女は蹴らん。好きにするがよい。包丁を人に向けるな。残白刀だ。たとえ死んでも俺は女は蹴らん。ナンパな男め。俺としたことが可愛いお嬢さんかと思ったぜ。見た目に惑わされぬことだな。俺の時代だ、ついてこい。ぜはははは。おめえら下がってろ、闇に飲まれるぞ。元七部会のよしみだ、仲良くしようじゃねえか。そなたに興味はない。ルフィはどこじゃ。会いたかったぜ黒ひげ。バージェスが世話になったな。おめえ見どころあるな。どうだ、一杯やらねえか。酒はダメなんでオレンジジュースください。これは俺の正義と信念をかけた戦いだ。やめときな、正義だ悪だと口にするのは。この世のどこを探しても答えはねえだろう。闇とは引力、全てを引きずり込む力。常闇君と似た個性かな。なるほど。
不愉快な奴らめ、わらわの手を煩わせるな。ふん、面倒に巻き込みおって。海賊女帝か、手ごわいな。そなたがルフィの兄か、一目見ておきたかった。小僧め、力の差を見せてやる。そんなの無理だよ、だって女だもん。そうか、君の名前が分かったよ。君はシンデレラだったんだな。たわけが、石になるがいい。そなたの紋章、いや、似ているが別物じゃな。はあ、女の人とは戦いにくいな。お前らついてこいよ、俺の戦い方見せてやるよ。炎を使う個性か、何か対策を。個性？メラメラの実の能力のことか。よし、やるか。腕が鳴るってばよ。修行相手にはちょうどいいってばよ。サスケ、俺はまだ諦めてねえ。いい加減しつこいぞ、ナルト。ここでお前らを消すとしようぞ。こいつ、おじいちゃんが言ってた。久しぶりだな、ナルト。お前と本気の手合わせは。ああ、負けねえってばよ、ガーラ。へへ、そろそろカカシ先生は追い抜いたんじゃねえかな。やれやれ、先生らしく指導させてもらおうかな。若い頃の父ちゃんか。絶対勝つ。自分の子供には負けらんねえってばよ。お前と違って俺は繋がったもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。甘いね。甘い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 。お前ら足を引っ張るなよ。たまにはチームプレーも悪くない。ここでお前らを消すとしようぞ。大つつき、かぐや。ナルトのためにもお前を止める。ガーラ、次から次へと鬱陶しい。俺が相手になってやるよ、サスケ。次はあんたか、カカシ。ナルトの息子か。名は？渦巻ボルト。安心して眠る。悪の炎は俺が消す。悪の炎？俺をおちょくってんのか。払う誇りが一つでも二つでも目に見えるほどの違いはない。アイゼン、インテリも度が過ぎてるな。ウチハ一族のためにもここで負けるわけにはいかない。一族の復讐か。私も譲れないな。この俺の憎しみで幻は現実になる。憎しみを束ねてもそれは脆い。なぜお前は戦う。結末は決して変えられぬというのに。ここはわらわの空間だ。お前は何もできぬ。ここはわらわの空間だ。お前は何もできぬ。砂さえあれば何でもできる。あなたの目的は何だ。返してもらおうか、わらわのチャクラを。お前もアシュラの。何のことだ。神様がデザインした最高傑作の君のその体で僕を温めてほしいな。な、何を申すか。わらわはチャクラの祖、すべての母。お前のようなババアがいるか。皆の力を貸してくれ。同意する者は俺に続け。幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。風影様に怪我させるわけにはいかないんだけどね。できるかどうか試してみろ。まるで昔のナルトを見ているようだな。あんな父ちゃんと一緒にすんな。背負っているのはクロスか。違う、すぐに分からせてやる。その背中のはクロス。こいつは砂だ。鎧にもなるがな。俺の仲間は絶対殺させやしないよ。こっちのチームワーク甘く見てると痛い目見るよ。カカシのおっちゃんが相手か。よし。なんだかあいつにそっくりで懐かしい感じがするね。
もうとっくに覚悟は決まってただろう。ああ、成果しか戦い始めた時からそれは覚悟の上だ。よっしゃー、どんと来い。元気でいいね。この人、隙が見つからない。いい顔だ。君は立派な先生に学んだんだね。一丁ビビらせてやっか。俺らでやるってばさ。油で炎を出す刀なのか。やべえ感じだってばさ。いい目してるね、ガキ。行こうぜみんな。行くぞ、コスモを燃やせ。シェリュー、遠慮はいらないぜ。ああ、正々堂々勝負だ。姉さんを見つけるまではこんなところで死ねないんだ。姉さん、俺が勝ったら紹介してもらえるかな。女の人に剣を振るって何になる。甘ったれたことを言うな。俺の全ての力を燃やして受けて立つぞ。燃えろ、俺のコスモよ。奇跡を起こせ。死はもとより覚悟の上。仲間のためこの命燃やし尽くそう。なんだこの異様なコスモは。ホローも死神も超越した力さ。俺の怒りが消えることはない。憎しみ、怒り、そんなもん束にしたって俺には勝てないぜ。ドラゴンの鎧？竜騎衆とは違うみたいだけど。何を言っている、この紫龍。手加減はせんぞ。チームプレイは久々だな。腕が鳴るぜ。無理するな、俺に任せておけ。ごめんよお嬢さん、お子様は恋愛対象外なんだ。バカ者、こちらから願い下げだ。丸腰だなんて随分な自信だな。大丈夫、俺の指ナイフより切れるから。本当に私を撃とうとしているのか。俺に先に抜かせるとこの世で後悔できなくなる。あらあら、随分小柄なヤサ男が出てきたな。見た目と技術は別でござるよ。勝負。見届けるがいい、この俺の戦いを。ここは俺一人で十分だ。なんかあんたも変わった兄貴がいそうだよね。ああそうだ、共に鍛えられた。図が高い、我をなんと心得る。魔王の血を引くものぞ。恨めし、そんな猿芝居が俺に通用すると思ったか。一丁共同戦線と行くか。じゃあ俺行ってくるわ。レンジ、通してもらうぜ。来いよ。力づくは嫌いじゃねえだろう。黒崎一護、元気にしていたかね。アイゼン、修行の成果を見せてみろ。ああ、思いっきり行かせてもらうぜ。てめえと白黒つけれればそれでいい。後のことなんざもう知るか。そんなに戦いが好きかよ。私は脳のない妖怪でね、唯一できるのがこの筋肉操作なんですよ。悪いけど俺はそんなすげえ技はねえぞ。僕、雄英高校ヒーロー科の緑谷伊豆け、よろしくね。ああ、カラクラ第一高校黒崎一護だ。よろしくな。勝たせてもらうぜ。こんな奴ら俺一人で十分だ。気が進まねえな。女とは戦いたくねえ。怪我しても知らねえぞ。やあ、アバライレンジ、6番隊の諸君は即再会。なめやがって。レンジ、全力でかかってこい。どうなっても知らねえからな。死神すらもこのディオが支配してやるぞ。吸血鬼ごときに負けるかよ。ついに死神が見えるようになってしまったか。ああ、悪行を清算する時間だぜ。死神、もっと早く会えると思ってたがな。待たせたな。お迎えの時間だ。覚悟を決めてもらうぜ。空中を移動し
剣の形状変化、とにかく個性を見極めてから。なんだってんだこいつ。下がっていろ、巻き込まれて凍っても知らぬぞ。行くぞ、ついてこい。全員無理はするなよ。バカな、貴様は。久しぶりだ、朽木ルキア。協力とやらも面白いものだ諸君。敵襲だ。まずは紅茶でも入れようか。あんたきっといい死に方できないね。そうだな、死ぬ時が来るならそうかもな。よし、みんな行くぞ。絶対に負けない。ゴン、修行の成果を確認するぞ。俺もバッチリ仕上げてきたからね。一度クラピカとも戦ってみたかったんだ。ゴン、受けてたと。見つけた。げ、ひそか。下がれ、コアッパが。戦ってみなきゃ分かんないでしょ。来い、ゴンフリークス。試しているのはどちらか教えてやる。絶対ぶっ飛ばしてやる。そんな包帯だらけの人となんて戦えないよ。怪我人扱いか。その甘さが命取りになるぜ。俺たち同い年くらいだね。これが終わったら友達になろうよ。うん、約束だ。全員下がってていいよ。ちゃんと俺についてきたよね。なんかやりづらいな。私も同じ気分だ。俺と遊ばない？イルミにバレたら怒られそうだな。迷子か。困ったガキだぜ。てめえがムカつくってことは十分わかった。諦めないのが俺の唯一の武器だ。何それ、そんな根性論で俺とやるつもり？賞賛はある。やらせてくれ。私が止める。ひそか、私が相手になろう。いいよ、おいで。人間は何のために生きるのか考えたことがあるかね。愚問だな。私には生きる目的がある。奇術師に不可能はないの。仲間と一緒に戦うの？僕人見知りなんだけど。我が血と力のもとにひれ伏すがいいぞ。僕も大概だけど君も相当だな。まっすぐ行ってぶっ飛ばす。右ストレートでぶっ飛ばす。親切だね。派手な野郎だな。ここいらで華々しく散った方がいいと思うぜ。今にも死んじゃいそうな人に言われたくないかな。お前もカードを使うのか？もちろん。君の目すごくいいよ。ああ、今すぐ君を壊したい。なんだこの人。パワー比べをやりたいというわけか。どいていろ、俺が裁く。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。手っ取り早いのは本体をぶちのめすことだ。はん、それはどうかな。デュエル！スタンド相手に切れない刀、手加減はしねえぜ。舐めてもらっちゃ困るな。来い。せいぜいこのディオの足を引っ張らないようにするがいい。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。こんなガキが挑んでくるなんて、このディオも舐められたものだ。見た目で判断すんじゃねえ。お前なんかにやるものはない。覚悟しろ。お前は特別な人間のようだな。恐れることはない。友達になろう。俺が相手だ。向かってくる奴は老若男女区別しねえ。よし、力比べをしようじゃねえか。さあ、追っ始めようぜ。元人間の俺から言って、お前に足りないものがある。危機感だ。あんたの全てを壊して
俺が勝つ。やれやれ、リーダー手柄じゃないんだがね、この試合できれば俺一人でやりたいんだが。高えとこから見下げてくれてどう思う、デカブツ。デカブツね、失礼なお子様だ。さあ行くでござるよ。誰一人とて死なせはしない。抜刀斎、この俺が直々にぶっ殺してやる。獅子王、お前は必ずここで食い止める。お前らには勝利を味わわせてやる。弱い奴はすっこんでろ、一人で十分だ。俺が戦う、お前らは下がってろ。デュエル、今こそ目覚めろ、俺の中の竜よ。ならば俺のオシリスも見せてやるぜ。やるなら全力だ。わかった、僕が指示を出すよ。ちょっと待ってろ、あいつは俺がぶっ倒す。魔法帝に必要なのは実績、積ませてもらうぜ。勇者って魔法も剣も使えるのか、闇団長みたいですっげえな。そうかな。同じ条件なら俺たちが勝つ。あいつらは強敵だ。